テルコ女王法永4年2月26日は、江戸時代前期から、中期の女性。伏見宮貞義親王新郎の王女で、紀州藩、第二代藩主、徳川光貞の正室。洋称は、安宮。陰謀は、天心院。妹に、江戸幕府四大将軍、徳川家綱の正室である、秋子女王、明二八大将軍。 徳川吉宗の性室である、三子女王がいる。藤見宮定義親王新郎の娘として、京都で生まれた。明暦三年、徳川五三夜の一つである、紀州家の二代藩主、徳川光貞と、縁組。同年十一月に、和歌山城へ入り、婚礼の式を挙げた。これ以後紀州家では、五代藩主、吉宗、七代、宗信十四代、 持ち継ぐの性質を、伏見の宮家から迎えているが、和歌山城で婚礼を挙げたのはテルコ女王だけである。この三津佐田との婚姻の経緯には、テルコ女王の妹である四代将軍、徳川家綱の五代所である、秋子女王付きの女郎をお年寄り、飛鳥海局が、未だに定まる縁のない五代所の実施を、心配して、家綱の乳母、八島局を通して、家綱に根性し、 三つとの縁組を進めたという説がある。しかし一方では、秋子女王と月菜との縁組にも関わっていた、東福門院の意向であったという説もある。婚礼の後は、和歌山城から江戸赤坂の奇襲判定へと住まいを移し、以後は五連獣様と称されたが、三つとの間に子供はできなかった。法永2年、三つが没すると落職して、天心院と号した。 三つ貞成居からわずか2年後の同4年2月26日に83歳で没した。墓所は法恩寺と池上本門寺にある。大田区池上にある三代山法要寺には、漢文3年に、テルコ女王が寄進した釈迦槃図集物が存在する。AB デジタル版日本人、名大辞典プラス、三子女王は吉宗が寄州藩主であった頃のご連中であり。 吉宗の将軍就任以前に成居しているため、秋子女王のように、古代どころとはならなかった。AB 歴史特本、徳川将軍家の性質、小山誉れ城、P122, 海音寺長五郎、江戸城大奥列伝 P59, 五内美港文政十二年役名は、お高の方として登場する。ありがとうございます。